ンバックスースーラーハビエンスアグのハビエンスです。こちらウォンフレームゾケン10巻プレイやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回ですね、まあ久しぶりのちょっと更新ということで初見実況ね、今まではちょっと違うことやってたんで、今回エクスプロイターオーブじゃねえよプロフィットテイカーの、初見実況ですね、はい、やっていきたいと思います。なぜかね、あのエクスプロイターオーブの方がバカバカ戦ってプロフィットテイカーとかテラリスト狩りが後になってるカオスな実況流れですけれども、はい、今回ですね、一つ目を前回クリアしましたね。まあゼファーで行ったがためにボコボコにされたんですけれども、まあ今回ね、ちょっとなんかこれ潜入っぽいので、このスキーマーを取得するってやつ、いつもここがミッションになるとなんか潜入っぽいところなんで、ちょっとこれ相原の方がいいんじゃねと思って、もう全然何も知らないけど相原をあの手に入れたっていうか設定してみました。うん、だから知ってる人にとってみれば、いやそれ全然有効なフレームじゃねえよみたいなのも発生すると思います。まあとりあえず行ってみましょう。やばい、超緊張。また会話が入んのかなこれは。あ、入った。素早く動かなきゃ。リトルダックは外にあんたらを待っているわ。あ、そうだった。準備していって。オッケー。そうでした。ダックに話しかけるんでしたね。行きましょう。そう。エンドレスでね、続きができるみたいな感じでしたね。サクサクと進めていっちゃいましょう。やん、緊張する。ゲホンゲーアキンボーよっしゃ、行きましょう。ダックあ、ダック、ここに横たわってなかった？横たわってはいね。寄りかかっていなかった？あ、それはないんだ。もう始められるのかな？あ、オッケー。よし、行きましょう。濃縮研究施設に潜入。やっぱりね。やっぱアイバラで正解だったわ。任せとけっていうの。あ、そう。イタザルをちょっとね、実況動画で、こうやって使うのはね、アビリティとか使うの、今がこの瞬間が実は初めてなんですよ。これやばいね。テレポート。透明化もできる。すげえ。かっこいいですね、これ。あ、うん、今日もいい天気。このクソ寒さにはビタ一問たりともやりたくないが。面白い。衛星問題は解決だ。オーブのシールドはまだあんたに攻撃に適応するだろう。なるほど。ノジ君、プロフィットテイカーのシールドスキーマー。あ、それをね、止めるんだね。それがあれば攻撃が通るぐらい適応を遅らせる方法がビズが考え出せる。なるほど。わかりました。オッケー。襲撃、オッケーです。素早くやる。はい。ガチガチに凍りついたバーナーで温めてもらうなんて嫌だからな。了解です。なるほど。一気にめっちゃ喋りますね。あれ？ここじゃないの？あー、なるほど。はい。あー、なる、倒した所長。なるほどね。ちょ、話聞きてえな、これ先に。パスキーは奴らの皮膚に掘られていても、地位も高い。自己防衛の命令を受けている。なるほどね。優秀なんだね。なるほど。ははは。なるほど。そういうことか。了解です。自己防衛、自己利益の方が大切なのよ。見てて。なるほどね。あれを、こう、奪うと出てくるんだ。何急に出てきたの？取り戻しに来る間、あなたの管理者は、避難部屋の中でガタガタ震えている。我らの苦痛の利益を返してもらおう。一粒残らずクレジットをこの施設から取り戻すまで我らは帰らないよ。面白すぎる。この人が所長。所長！所長硬いのかな？アイバラだったら超余裕なんだけど。よし。嘘だろ。あいつら、あんなのに引っかからないって嘘だろって超面白くない？嘘だろって、そのちっちゃい2。面白い。いや、データの保管用のパスキーを持ってる。了解です。期限切れになるまでに急いでやれと。OK。最初のターゲットは、軍備管理者。OK。で、時間がね、話聞いたら時間がどんどん経ってっちゃうね。あのクソ野郎。ああ、いいね。クソ。わあ、なるほどね。じゃあ、今度は俺がやる番ってことですね。あ、お前スキャンしてからだ。オッケー。おい、所長、逃げんな、所長。逃げる所長か、お前は。おいー、オッケー。お、なんか出した。すげえ。生体、おお、動物実験か。当然の報いだ。あと一人ターゲットが残ってるな。ビズさんにしてみれば、もう超絶最悪なやつだね。どんな攻撃してくんだろう、あいつ。ちょっと攻撃だけ見ておきましょう。あ、なるほど。あいつもスプラみたいなの使ってやがる。俺と一緒じゃん。あ、シールドも貼るんだ。お、すげえ。あれ、地雷だね。地雷撒いてくるんだね。結構やりますね。見た目超かっこよくない？こいつ。あ、顔が見える。すげえ。面白い。よし、みんな潰してやりましょう。研究管理者か？自分で理解できていないものがこうなるんだ。なるほど。センティエントか。
いろいろ管理者がいるんだね。センティエント管理者とかそういう研究の。ちょっと待って、遠い遠い、1分しかない、1分しかないね、1分しかない、やばいやばい。これ意外に時間が勝負を、ものを言うミッションだった。行くぜ、はい。あー、ちょっと行き過ぎた。何？プロフィットテイカー、おお、喋んの？遊びに来た、我が2人の友人。おお、何？アンビュラスがいるんですけど。ちょっと待って、こいつらを倒さなきゃダメ？時間内に倒すの？しんどいなー、それそれしんどいっす。うわー、ちょっと待って、アイバラでよかった。やばいな、体トロイド出した、邪魔邪魔邪魔。こいつを時間内に倒せってきつくないか？でも大丈夫、アイバラなら大丈夫。うわー、オッケー、眠っちゃえ。よし、眠った、いいね、いい調子。邪魔すんのお前、盾になんな。眠ったのはいいけど、アイバラだったら余裕ですね。眠ってダメージを増加させていきましょう。これリロードが長い、ちょっとやばいんじゃないか、これ時間が。うわー、オッケー、よし、盗みます、今行きます。アイバラでよかった。あー、データマス、オッケー、おお、取ったね。それじゃあそこから出て。了解です。お前ら残念だったな。俺、え、下に降りたら殺されるのはお前たち。なるほど、俺を降ろそうとすんだバカみたいなね、そういうことですね。あ、間違えた、増援やんなきゃ来るわよ。オッケー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 、データマスは一気に持ち帰りましょう。これで終わりなの？二つ目は。結構やばかったですね。結構アイバラでナイスだった気がしますよ。イエーイ、ふー、やったぜ、データマス。あれ？データマス持ってる？あれ？データマス持ってないよ。あ、終わった？あー、よかった。クリアなのね。あ、びっくりした。あんたらを戻すな。でも静かにね。了解でーす。次があんのかな、なんかミッション。これダックがいないけど、一旦下に戻ればいいのかな。クリアしたんだもんね、これね。じゃあ第3ステージ行けるのかな、行ってみましょう。これ第3ステージクリアすると報酬ではあのアークウィングガンを手に入れられるみたいですけどね。どうなんでしょう、ちょっと見てみませう。戦いがどんどんヤバそうになってくるけど、次誰で行こう。ちょっと様子を見ながら行ってみましょう。オッケー、これだ。エイム中 17% の確率でよろめきやノックダウンに耐性を持つ。へえ、アークウィングガン、それいいですね。アークウィングって常にエイムしてるようなもんだから、攻撃の時はいいですね、武器によってはね。で、これで第3ステージいけんだよね。オッケー、みんないるよ。あ、クリア済み。短いんだねこれね、そんなに長いミッションじゃなかった。アイバラだったから余計に余裕でしたね。あのシステムが欲しいんだけど、早く次のチーポイントに行きたい、ボックスソラリスを。はい、グラビーマグを盗み出せ。行ってみましょうか。盗み出す系か。これやって、次回プロフィットテイカーかな。行ってみましょう。アイバラのままでいいよね。また、ちょっとアイバラになっちゃうけど。よし、いい知らせよ。LD がリドルダックがあなたに約束したでかい銃を見つけ出してくれた。ありがとう。悪い知らせだ。そのお目当ての武器はあの建物サイズのホラーショー野郎の下に直接保管されてる。やつを移動させなきゃならん。なるほど。俺に任せてくれ。まずはステップ1だ。過充電衛星な。衛星な軽減線の中に入って、リコードしたプロトコルを挿入。そしたら衛星もダウン。なるほどね。衛星を止めようよって話か。ドロイドコントロールシステム、施設を破壊するみたいなね。あー、なるほど。そんで、やつとあんたが踊ってる間に、私は潜入して、武器のスキーマンを取ってくる。おお、すげえ。それでは、やつを仕入れのに弱点を作り出すためには、俺も盗んだスキーマンを使ってデータを収集する。なるほどね。あんたがやつと戦闘し続けてくれれば、観察データをたくさん収集できるんだ。なるほど、そっちなんだね俺は。そしたら奴が戻って私の唯一の脱出口の上に鎮座するってことも起こりにくくなるだろう。うーん、なるほど、了解です。 OK、 長くなりそうだ。うわー、怖えな。マジか、リトルダック大丈夫か。大丈夫か、リトルダック。はい、それではね、ちょっとフレームを変えました。ちょっと話を聞いた限りね、かなり戦闘っぽい感じだったので、研究施設は完全に封鎖された。ブーン。おー、マジ出てくんの？お前関わってくんのかい。計画はあんたにある？おーや、クブロドンには抜け道がわかるぜ。チェック。俺たちはガキの頃から研究施設のパーツを盗んでるしな。いいぜ。あそこは電磁系では最高の場所だぜ。まあいいや、九州排出口 C7A だ。
だろ。サガレイ戦は我らが旧友ブーンさんが何とかしてやって、お前らのためにな。チェックチェック、オッケー、あざす。じゃあブーンに任せとけばいいんだね。なるほど、あの耐久ミッションみたいな感じだね。他のテンドがなんか盗んでる間にこっちが引きつけるみたいなね。ブーンブーンってやればいいんだね。オッケー、行ってみましょう。どこかな、どこかな、どこかな、そこかな。あ、あっちか。なるほど、行きましょう。サクサクと行ってみましょう。あー、なるほど、もう戦闘早速勃発って感じだな。ルビコとね、持ってきてます。ルビコプライムとなんかそこそこな武器を、なんだっけゼニスターを持ってきているんですけれども、近接にね。あとなんだっけな。オッケー、全部分かった。オッケーオッケーオッケー、濃縮研究施設ね、オッケーです。ちょっと待って、回復させて。よし、あとピラナプライムですね、これ持ってきました。オッケー、濃縮研究施設に潜入。これだね、潜入した。これ、あ、こっから入んの、面白すぎでしょ。いた、ビビった。なんて、なんで死ぬの。まあいいや。おお、すげえ。まずやることはシールド荷重電衛星を無効にしてビズをやつが止まり聞きから叩き出させる。なるほど。え、ちょっと待って、俺これ潜入ミッションなんじゃないの、ぶっちゃけ。え、なんかアンビュランスの音がするんだけど、大丈夫。はい、よし、いいよ。これをアップロードすると、オッケー、オッケー、余裕ですね。これはこれは大丈夫だね。で、戻るの、展開中。なるほど、ビズ頑張って。おお、却下された。こうなっちゃったかなるほど、アンテナアレイが外から再起動。ああ、簡単にはいかないんだね。急によそ者って呼ぶな。え、なになになに、誰かが来てる。あ、プンプンボウフラが、プンプンボウフラって何、気色悪い、ジメッとしたやつ、お家は遠いぞ。プロフィットテイカーがやばいんじゃないですかこれ。なんかこれ2つアップロードしなきゃいけないんだ。なんか来てるな。 OK で、時間内に次をやると。なるほど、邪魔すんなよおめえら。うわー、なるほどね。うわー、これ大変だな。ちょっと邪魔すんなよお前ら、戦ってる暇はね。うわ、遠いくね、遠くないか、嘘。これちょっと待って、あ、外じゃんこれ、どう考えても。これサイファー使うぜ、向こう着いたら。いやー待って、いやー待って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 、すぐそこ。オッケー、あ、サイファー使わなくてもいけるなこれ。え、違うの、あ、これか。なるほど、よし、行った。あー、行った行った行った。で、降りてくるなあいつ。潜入が始まった、衛星がダウン。いいね、あいつのシールドが溶けたと、そういうこと。盗った、盗ったどもがそれを返せ、見つけてやる、捕まえてやる、ぶち壊す、ぶち壊す壊すあれ、エクスプロイターオーブと比べると結構やばいやつだね、頭ね。結構しんどいやつなんだね。水、やつをやってくれ。ちょっとあいつが降りてくる様を見たい不測の出来事に備えるために。もうなんかすげえ音が聞こえるけど、ハリムシブンブン鬱陶しい。うわー、降りてきた、やべえ、死ね死ね死ね来たー、やべえ、降りてきた降りてきた。いいですね、すげえ。おお、やばい、来たぞあいつ、プロフィットテイカー退治したぞ。なるほど、オプティコ系がやばい、こいつか。オッケー、おお、あ、シールド張ってる、かっけえ。うわ、何あれ、やば、まだ効かないもんね、まだ攻撃は効かないね。すげえ、スキャンできるぞ。あー、データが収集されるまでこれ耐えなきゃいけないんだ。ライノで正解ですね。じゃあどんどん敵も倒しましょう。オッケーオッケー、やばい、めっちゃかっこいい、ついに退治したこいつと。いいですね。うわ、やば、上空からの攻撃やばくないかあいつ。なんか向こうから狙ってる俺よ、あいつか。邪魔だお前、やれてくれ、センサータレット強えから嫌だ。おお、おい、お前一撃で死ねえや。オッケー、ちょ、真下行っちゃおう。お、あれはエクスプロイターオーブと同じですね。こいつが攻撃してくれればくれるほど、あのパーセンテージの上がりがいいってことだな。
あ、そういうことでもないな。オッケー、全力で戦ってるけど傷しつつついてないわよ。ほんとだよ。もうちょっと打ち続けてくれ。全部希少なデータになるんだ。なるほどね。打ち続けてあいつを攻撃すると、あれは関係ないんだ。あの、うわ、やば、上空からの攻撃激しいな。ういって、このバリアやばい。このバリアは跳ね返されるやつだ。やべえやつじゃん、あいつ。アンテナをどんどん破壊しよう。あ、いいね、これみんなで動いてる感あるね。潜入完了。おお、セキュリティは予想より厳重。なるほどね。いや、ちょっとリトルダック視点もプレイさせてくれよ。やばー、めっちゃ楽しい。プロフィットテイカー、どんどん攻撃すればいいんだね、あいつにね。全然効いてねえじゃん。いろんな攻撃持ってんな、あいつ。やばいやつだな。俺が、あの、ダメージは受けなくても打ち続けることによってパーセンテージが上がっていくんだね。やばい。うわー、これやばくないか。あ、でもボイドモードでかわせるね、あれはね。よし、ちょっと待った。オッケー、ライナで正解だわ。もう少し。オッケーオッケーオッケー、了解了解、任せろ任せろ。全然余裕っす、全然余裕っす。ピラナプライムを食らえっす。おー、イエス。意味もなく、うろー、うろー、おー。こいつのこの衝撃ダメージとかやばくない？っていうか、エクスプロイターオーブと比べるとだいぶ攻撃のバリエーションあるんだね。しかもでけえ、マジで。オッケー、おお、グラインマグ外に出るぞ。了解。アークイング武器を味わわせてやりたい、こいつにね。いいね、俺もやりてえわ、それな。あのお花みたいなやつ。データ収集できた？オッケー、確かめなきゃならんぞ。ダメージを蓄積させる。あれ、なんかちょっとオーブのシールドへダメージを与える。なるほど、それを今やらなきゃいけないんだね。なるほど、任せろ。このアンテナが厄介だな、結構。よし、オッケー。どうやって与えるんだこれ、ダメージを。いれ、チキショウ。うわー、余計なのが来た。オッケー、まあ腐食ダメージにしてるからよく効く、こいつには。ちょっとこの雲邪魔だね。よし、あいつオーブのシールドにダメージ与えるってどうやんの。どこ、あそこ。放射線マークが出てんのは何なんだあれ。危ねえ。うわ、あの攻撃やばいよな。ちょっと待って、雑魚が多いな、プロフィットテイカー戦は。よし、オッケーオッケー。どこだったらダメージ受けんだあいつ。あ、受けた受けた。おお、いったいったいった。右足とかか、なるほど。足を攻撃するといいんだね。オッケーオッケー。やばーい、これはこれはやばいな。回復したりしねえよな、こいつ。足を攻撃すんのか、違うな、どこを攻撃したんだ。よし、右足右前とかなんかいいダメージ受けてるけど、ちょっと一旦打ってみよう。適当に打ってみよう。うわー、ちょやばいやばいやばい。うわー、本当にミサイルがやばい。ちょっとこれはやばいね。勢いがやばいな、あいつ。どこを攻撃すんだこれ。硬質化ないと結構きついぞ。どこを攻撃すんだ、わかんねえな。さっきいいダメージ受けたんだけどね。適当に打ってたらダメージ受けたけど、どこのことだったんだ。あ、あいつ耐性があんのか、あれ。まさか、あれ爆発ダメージ今耐性があるってこと。むしろ爆発ダメージしかもしかしたら効かないのか、マークが変わっているってことは。なんかそんな感じがするぞ。もしかしたらそういうことかもしれない。今切断ダメージだね。切断ダメージだったら受けるのか。あ、受けるわ。なるほど、切断が入ってればそのダメージを受けるんだ。なるほど、そういうことか。今炎ダメージだね。楽しいな楽しいな、お前の日常はもう終わり。なるほど、あいつプロフィットテイカー結構厄介だぞ。いろんな属性持ってないと。ビズお願い、あと 9% 大丈夫、一度もやられないで乗り越えてみせるわ。やめて、うわー、今晩やめろ。あとちょっと、ビズさん、あとちょっと。オッケー、脱出の準備了解です。今貫通ダメージなら効く。脱出していい？オッケー、シュー。
ッケー。おお、やべ、よくやった、みんなお疲れ様。オッケー、必要なもの手に入った。時は来た、リリー、アバヨプロフィットテイカー、あとでな。本社に戻って武装準備。おお、プロフィットテイカーを始末する。いいですね。オッケー、やったー、グラビマグゲッチュー、やりましたね。これあれですね、でも天皇ラボでなんか制作するんだっけ。なんか天皇ラボにも似たようなのあったよな。とりあえずあいつらを回収して戻ります。痛い。はい、戻ってきました。あれやばかったね、めちゃくちゃ勢いありましたね、あいつらの攻撃ね。とにかくプロフィットテイカー、次の攻撃までの間隔もめっちゃ早いし、物量やべえしって、ほんと半端なかったな。あ、やった、イエーイ、やりました、ついにアークインクガン来ました。たった今今、エウディコからグラビマグアップグレードアイテムをいただきました。これをアークインクガンに装着することで地上で武器を展開できます。グラビマグの装着方法は簡単です。1、アーセナルでアークイングの装備画面を開きます。オロキンカタリストがインストールされているアークイングガンを装着。なるほど、課金しろって言ってるようなもんだね。装着したアークイングガンのアップグレード画面を開き、グラビマグを装着します。まあ課金じゃなくても手に入るけどね、オロキンカタリストはね。グラビマグを装着、アップグレードしたアークイングガンを通常アーセナルのヘビー武器スロットに装着。なるほど、アークイングガン展開装置をギアメニューに設定。ほら、簡単でしょ、難しいわ。エウディコ曰く、このアイテムをなしではプロフィットテイカーオーブを倒せないとのことです。戦闘になったらギアホーイールからアークイングガン展開装置を使用し、オーブマザーを破壊しましょう。あなたの忠実なるセファロンより。なるほどね、了解です。じゃあ一旦アーセナルをちょっと開いてみましょうか。そうか、なるほど、グラビマグを装着してるやつじゃないとアークウィングガンを使用することができないから、天のラボでそれを作ろうってことなのかな。あれはなんか天のラボにもあったような気がするけど、それは関係ないのかな。どうすんだっけ。とりあえずこのインペリアルターバンダル入ってるので、ちょっとアップグレード開いてみましょうか。で、あ、あった、すげえ、グラビマグをインストールする。これやってみましょうか。これをグラビマグをじゃあインストールしてみましょう。グラビマグをインストールしておく必要がある。オッケー、します。したの、あ、インストール完了、なった、すげえ。で、これだ、おお、なってる、すげえ、ふぅ、すごいっすね。俺の初めてのやつがインテリアルターバンダルになりましたよ。すげえ、すげえよー、マジか。あいついろいろとやばかったな、属性が。あんま属性こだわって入れてないんだよな、これ。切断とか入れといた方がいいのかな。そんな高い値じゃないんだよね。まあいっか、これでいいか。すげえな、これであいつを攻撃できるようになるんだ、すげえ。こう普段から使えるんだ。で、地上でその展開をするとアークイングガンを召喚して武器が使えるようになると。素晴らしい。じゃあこれでプロフィットテイカー戦は晴れて迎えるわけですね、あいつのところに。なるほど、これ結構大変なミッションだったね。とりあえずあのレア枠のシステムとかが欲しいな。で、最後これなんだ。はい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 、いいですね。じゃあ次回の実況動画でやっていきましょう、そちらね。まあちょっと何本に分けてるかわからないですけれども、進捗のね、度合いでちょっと編集のペースがどんなもんになってるかわかんないですけれども、まあ次回ね、改めてやつプロフィットテイカーにアークイングガンを使って挑みたいと思います。そんな感じで今回はここまでです。アグリーションのハビネスダークのハビネスでした。またお会いしましょう。さよなら、ライノでした。